これは私が大学生の時の話です。とある海岸線沿いのトンネルに入る直前にその他の危険の道路標識があるんだけど、その標識のあるガードレールを越えると綺麗な砂浜があるんですが、そこに行ってみたくなって夜に一人で行ってみたんだよね。砂浜は綺麗で夜空には星が輝いていました。すると海で泳いでいる人が何人かいました。こんな時間におかしいなと思っていると、その人影が何か言っている。それを聞いてみたら、熱い助けてくれと叫んでいました。私は急いで車に乗ってその場を逃げるように離れました。後から知ったのですが、その砂浜は第二次世界大戦に戦艦が爆撃されて燃え上がり、大やけどを負った日本兵がその砂浜に流れ着いたんだとか。その他の危険って、その意味をよく味わいました。